Greetings from South Africa. Currently, we're experiencing tough times. The Kyokushin people are known for being tough. We learn to fight when we have to fight tougher opponents. We have to fight with spirit. We have to adjust our tactics. And we must never give up. So we're not going to give up. Please be example to your students. Please motivate your fellow instructors. And also remember to be kind to people that is not as privileged as you during this time. Train hard, Kambate Kudasai, and be example to everybody around you. And please support your friends. Bos.続いて、蹴りの稽古を行います。まず蹴り技に必要な主な柔軟体操を行ってみたいと思います。じゃまずは開脚をしてください。そのまま急にですね、足を広げると怪我をすることがありますので、自分の硬さに応じて無理のないように行ってください。で横を向きます。はい、前後に伸ばしますね。ゆっくり上下に揺すります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、止める、はい、ゆっくり足の筋が伸びるのを確認してください。呼吸を止めてはいけません。はい、向きを変えます。はい、まずゆっくり10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、止める。ここで深呼吸を2回やるぐらいがちょうどいいと思いますね。はい、正面を見てください。はい、はい、10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、止める。息を吐くときに筋肉がぐーっと伸びる感覚があると思います。はい、腰を下ろして、はい、右から2回ずつ交互に行います。はい、行きます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、それ前を向いて、はい、それでは段階をね、いくつかに分けて行いたいと思います。まず手を伸ばして、初心者はまず肘をつけるのが目標です。この状態で10回数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、そのままできるだけ背筋を伸ばして猫背にならないように行ってください。続いて、中級者は自分のおでこがつくぐらいが目標です。はい、いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、止めます。ここで深呼吸をしながらゆっくり筋肉が伸びるのを確認してください。はい、上級者は今度は胸をつけるまでやってみましょう。はい、いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、止める。ゆっくり筋を伸ばして、はい、治って、体が硬い人も毎日少しずつ積み重ねていくことでかなり柔らかくなりますので、年齢とかに負けないでぜひやってほしいと思います。はい、じゃあ足を閉じて、はい、でつま先を持ちます。まず最初はつま先を持って、はい、肘が膝につくぐらいまで曲げますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、止める。はい、で今度はもっと曲がる人は自分の胸や頭がつくまでやってください。はい、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、止める。はい、上げて、はい、つま先を持って足を引いてくださいね。はい、この状態で自分の顎または胸が指先までつけば最高ですが、できなくともできるところまででいつから伸ばしてください。で自分の足の付け根がよくほぐれるように意識をしてください。行います。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、止める。はい、上げて、はい、膝の頭を持って自分の手の力で膝を床につけるまで押します。これもつかない人は無理をしないで少しずつやるようにしてください。10回やってみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、そのまま逆正座をやってみますね。
このように後ろ足を開いてお尻が床につくまでにしている状態を逆正座と呼んでいます。まず上下に10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、まあ、膝の内側と足の付け根の部分がとてもよく伸びます。特に膝の内側が伸びますので、硬い人はやってください。ただ決して無理をしないようにですね。はい、次に左右にひねります。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。立って横向きでやってみましょう。横向きで、はい、膝で、はい、この状態から後ろに反ります。はい、後ろに倒れて、はい、足首が硬い人はこのように足を伸ばして結構ですね。体の 前の方が、しっかりとストレッチされますので、無理のないようにゆっくりやってください。この状態で少し時間を置いてじっくりと体が柔らかくなるのを待ちます。はい、治って、はい、はい、立ってください。はい、正面向いて、はい、以上で下半身のストレッチを終わります。それでは蹴りの稽古に入ります。はい、じゃあ帯の横を持って、まず膝蹴りからですね。はい、軽く1、2、3、4、5、6、え、足音を立てないようにやってください。はい、10本キャラテン、え、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こちらを見てください。はい、膝の曲げ方、足首をしっかり伸ばすこと、こういったことを注意してよく見てください。一緒に行います。軽く1、2、3、4、5、6、え、高く蹴っていいですが、自分の水月の高さが基準です。高く蹴れる人は高く蹴っても構いません。10本いきます。キャラテン、よし、え、1、3、4、5、6、7、8、9、10。正面を向いて、帯の横の持ち方ですね。しっかりと帯の横を持ってください。中途半端なところを持たないで真横を持つようにしてください。はい、続いて前蹴りを行います。軽く1、2、3、4、5、6、え、はい、膝をしっかり上げることが大事ですね。はい、10本いきます。キャラテン、え、よし、え、1、3、4、5、6、7、8、9、10。こちらを見てください。前蹴りのポイントは膝をしっかり曲げて伸ばすことと中足ですね。足首を伸ばして指を反らせて、足をの形をしっかりと整えてください。はい、軽く抜きます。1、2、3、4、5、6、はい、中段の蹴りはこの水月の高さが基準になります。上段の蹴りは自分の顎より高いところが基準になります。どちらの高さでも蹴れるようにしてください。まず中段の前蹴りです。10本、キャテン、え、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、上段の前蹴り、この高さですね。はい、キャテン、え、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、直れ。はい、なかなか高く蹴れない人はですね、中段をまずしっかり蹴って徐々に高いところは蹴れるようにしてください。続いて回し蹴りを行います。帯の前を持って、はい、まず上段回し蹴り、1、2、3、4、5、6、はい、回し蹴りも中段を蹴る場合、上段を蹴る場合がありますが、今日は上段回し蹴りのみを行います。一緒に、やりましょう。はい、キャテン、え、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こちらを見てください。はい、膝をしっかり上げることが大事ですね。よく見てください。はい、軽く1、2、3、4、5、6、はい、じゃあ10本いきます。キャラテン、え、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、直れ。はい、
ただいまの蹴りは実際に相手と向かい合った時にですね、どのように蹴るかというイメージをしっかり持つことが大事です。ちょっと相手を立ててやってみますね。はい、お互いに、はい、おっす、はい、お互いに、おっす、はい、構えて、はい、まず前蹴りです。中段の前蹴りですね。やってみましょう。1、2、3、このようにしっかりと相手の中段に蹴りが届くように、どの位置にどのように当てるかを意識してください。一で回し蹴りです。上段回し蹴りをやってみます。1、2、3、4、5、はい、どうもです。このように実際に目標をちゃんと意識してやるようにすると蹴りが上達すると思います。お互いに、おっす、また頭後ろ手を組んで、蹴りを強くするためには足や腰の力が大事です。一番基本となる、屈伸運動を行います。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、一緒に行ってみて、気づいたことと思いますが、腰をしっかり落とすということが大事です。それから背筋をしっかり伸ばすということが大事です。鍛えるところは足だけではなくて背中や腰、全体を鍛える目的がありますので、このようなフォームをきちんと守ってください。横を向いてください。はい、じゃあ横の動作を見せますので一緒にやってください。はい、10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、直って、はい、できれば最低で30回、50回ぐらいは普通にできるようになってほしいですね。自分で、ぜひやってみてください。続いて腕を鍛えるための動作、もしくは肩を鍛えるための動作です。腕立て伏せですね。よし、空手の場合は拳で行うことが基本です。無理な場合は平手で行っても構いません。まず10回やってみます。1、2、これでしっかり曲げます。3、4、5、6、7、8、9、10、はい、立って、はい、これ横向きにやってみましょう。はい、よして、はい、大事なことは、拳の付け方ですね。人差し指と中指の付け根をつけるようにします。小指の側は浮かして手首をまっすぐにしてください。これが手首が曲がってしまうとかえって怪我につながるし、技に生かせ、突きをするときの手首を強くすることはできませんので、あくまで実際の突きを行う形で手を構えてください。はい、じゃあ10回いきます。1、2、背筋を伸ばして、3、頭は下げない、4、5、6、7、8、9、10、そのまま、まだ初心者で腕の力や拳が十分でない場合にはまず平手になってください。はい、これで行っても結構ですし、膝や腰をつけて腕の力を少し楽にしてもいいと思います。この状態でやっても構いません。はい、10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、立って、はい、これも回数については30回ぐらいが目安だと思いますが、できない場合は10回ずつ3回に分けても結構ですし、いろいろと回数は工夫してやってください。ただこれを繰り返すことで腕や肩、それから上半身全体が強くなりますので、空手の技に役立つと思います。はい、以上として、以上であります。おし、おす。はい、おす。こちらを見てください。それでは今度は移動稽古のための稽古を行いたいと思います。狭い室内でやってると思いますので、実際の移動稽古のように移動できませんので、それに代わる練習として、行ってみたいと思います。一緒にやってください。はい、まず前屈立ち下段払い、よー、構えて、はい、
この動作がとても大事ですので、逆にこういう機会にこれを集中的にやることもいい練習になると思います。直れ、はい、この部分を何度も繰り返します。よー、はい、せっ、え、直れ、よー、はい、せっ、え、直れ、よー、はい、せっ、え、はい、このように同じ動作を10回、20回で繰り返すことで、普段以上にこの動作が上達すると思います。ぜひやってみてください。両手を前出して、右手を引いて、立ち方はそのままで突きの稽古を行います。はい、中段突き、1、2、3、4、5、6、はい、はい、10本、じゃあ、10、はい、よし、はい、いい、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、よし、はい、8、はい、9、はい、10、はい、倒れ、今度は右前屈下段腹を取ります。下段腹、4、はい、10、はい、倒れ、もう一度。いつもと逆の動作ですので、回数多くやって左右同じくできるようにしてください。よー、かて、はい、直れ、よー、かて、はい、はい、両手を前出して、はい、左手を引いて、はい、中段突きいきます。1、2、3、4、5、6、はい、はい、腰をよく使うことですね。10本、キャラティー、はい、よし、はい、いい、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、はい、あおれ、はい、続いて、左手にくっつけた頑張れ、よい、踏まえて、はい、逆突き1本ついてください。今度は、上段受けから逆突きの連続動作をやってみます。立ち方はそのままです。腰を落として足腰を鍛える目的もあります。はい、上段受けからゆっくりいきましょう。1、いい、1、いい、1、2、必ず受けをしっかり決める、突きの時にしっかり腰を入れる、手をしっかり取る、そういったところを注意して行ってください。今度は1の号令で連続で行います。1、いい、3、4、5、6、はい、10本、キャッチ、はい、1、はい、いい、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、はい、倒れ、はい、右前屈下段腹、よー、回転、はい、はい、逆突き1本ついて、はい、上段受け、逆突き、はい、これを分けておきますね。1、いい、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 はい、じゃあ連続でいきます。いい、いい、腰をしっかり入れる。3、4、5、6、はい、10本、キャラティ、はい、よし、はい、いい、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、はい、直れ、はい、続いて前屈け段腹、よい、で、はい、逆突きを1本ついてください。はい、続いて外受け逆突きを行います。はい、号令を分けて行います。1、外受け、1、1、いい、1、いい、最初のうちはこのように受けと突きを分けながら号令をかけて慣れてきたら連続できます。はい、じゃあ今度連続で軽く6本、1、いい、3、4、5、6、はい、10本、キャラティ、はい、よし、はい、いい、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、はい、直れ、はい、続いて右前屈で頑張らよい、はい、て、はい、逆突き1本、はい、外受け逆突き、はい、1、1、必ず受けの腰と突きの腰とですね、しっかりと入れてください。いい、腰を入れる、腰を入れる、ね、3、
チですね。はい、では連動できます。いきますよ。1 2 3 4 5 6、はい、はい、10本手、はい、短い時間で直すんですね。はい、続いて今の連続動作を相手を加えてですね、分解組み手としてやってみます。はい、前屈け頑張らよい。構えて。え。はい、相手の攻撃に対して先ほどの上段受け逆突きをやってみます。一。え。はい。あおれ。ちゃんと受けることですね、反撃をした時の距離ですね、ちゃんと相手につける、そういう距離で周りで、受けて解散していきません。よう、構えて、えい、注意、えい、はい、倒れ、もう一度、よう、構えて、えい、相手がいない時にはこの、ね、動作を参考にして相手がいるつもりで一人で稽古してもらってもいいです、ですか。はい、十、はい、はい、はい、直れ。はい、続いて中段外受け逆突きを行ってみます。はい、下段から四、加えて、え、十、え、はい、直れ。四、加えて、え、十、え、はい、直れ。実際に相手の腕をしっかり受けてですね、相手の突きがこう横に弾かれるような、そういう強い受けを行ってください。もう一回いきます。よー、はい、てっ、え、ちゅい、え、はい、あおれ、後ろ倒れ、おっす、よーし、待って。はい、今相手がここにいましたが、実際一人で稽古してる人はいませんので、いない状態でここに人がいると思ってやってもらいます。いいか。じゃ上段受け逆突き、外受け逆突きを3回ずつやってみましょう。おっすね。いきますよ。よー、ジェン、直れ、ジェン、直れ、ジェン、直れ、はい、今度は外受け逆突きですね。ジェン、直れ、ジェン、直れ、ジェン、直れ、正面を向いて、このように一人で行ってできる稽古ですが、相手がいなくても相手をイメージしながらやることで効果があると思います。以上で終わります。はい、おっす。正面、はい、おっす。それでは組手の練習の続きを行いたいと思います。まずはこれまでの復習を行います。はい、それでは正面を向いてやってみましょう。はい、プロテロの前、よー、加えて、えい、まあ、じゃあ突きですね。はい、左、右と連続でやってみましょう。はい、いし、い、三、四、五、六、え、はい、10本やってみます。狭いところでやりますから、自分で元に戻ったり足ばきをうまく使って、狭い範囲で十分に動いてみてください。はい、じゃあいきます。キャルテン、え、いし、え、一、え、三、え、四、え、五、え、六、え、七、え、八、え、九、え、十、え、はい、今度はこれに下段回し蹴り、上段回し蹴りを加えます。下段回し蹴り、上段回し蹴り、二本突き。はい、軽く、一、三、四、五、六、はい、前で見ている人は山下選手の腰の使い方大変いいですね。やっぱり突きの力が強いのはそこにあると思いますから、腰の使い方を見ながら一緒に前で真似しながらやってください。
はい、10本いきます。はい、よし。えい。よし。えい。えい。えい。3。えい。4。えい。5。えい。6。えい。7。えい。8。え、9。え、10。え、はい、今度はこれに後ろ回し蹴り、それから二本突き、そこまでつなげてみます。よし、いいかな。はい、軽く、よし。二本突きでも二本突きです。えい。はい、後ろ回し蹴りから回し蹴りをやって下段の2本突きにつなぐところですね。あそこはすごくバランス難しいですね。空いたところの動きが逆につけ込まれるところでもあるし、そこの動きがしっかりすることでより相手を追い込むことができると思います。はい、じゃあ10ポイントみよう。はい、じゃあ10。えい。よし。えい。えい。はい。三。はい。四。はい。五。はい。六。はい、シュッシュ。はい、ハーシュ。はい、キュー。はい、深呼吸。1、2、3、4、はい、それではこちらを向いてください。今の稽古は片方の構えに偏っています。実際両方できた方がいいので、このような稽古をすることで左右両方行うことができますので、やってみましょう。はい、もろ手の構えを構えて、えい。ではじっくりやってみましょうね。下段回し蹴り、上段回し蹴りから2本突き、下段、上段、2本突き。はい、後ろ回し蹴りを回して、前蹴り、回し蹴り、で2本突いて、ここで前蹴りを入れます。前蹴り。で、回って、向きが変わりますね。この構えが逆になってます。この構えが逆の状態から、こんなに先ほどまでの動作を全く反対でやってみます。いいし。下段、上段、二本突き、後ろ回し蹴り、上段回し蹴り、二本突き、前蹴り、回って。ですか？これ4回ほどやってみましょう。ゆっくりやってみますね。はい、えいし。待って。いい。待て、三、待て、四、え、待て、直れ、はい、そうなんですね、押す、はい。このような内容をですね、回数を多くやったり、また時間を1分、2分、3分とね、試合の時間に合わせてやることで、スタミナもつきますし、技もまたさらにね、力がついていくと思います。今度は、キックミットを使ってですね、ちょっと実際に当ててやってみたいと思います。ミットが蹴れる環境にない人は、まあ、あると思って、やってみてください。まずは、はい、
座り、押す。はい、構えて。じゃまず、下段回し蹴り、上段回し蹴り。実際当てることで、腰や膝の力の入れ方が分かってきますね。はい、まずやってみましょう。よし、はい、下段、上段、はい、構えて。はい、ちょうど当たって技の効果が現れる、いわゆる効く技になるための距離感がありますね。それをしっかり覚えます。いい。3、はい、今度は下段、上段、そこから突きに連続で入りますね。えい、蹴りから突きに入るところ、非常に効果的ですが、非常に間合いの詰め方が難しいです。ここのところをしっかり練習すると、試合でも効果的ですね。えい、はい、3、4、次は突きを入れたところから後ろ回し蹴りに入ります。突きの場合から後ろ回し蹴りに入ると相手から蹴りが見えないので大変有効ですね。いきます。えい、えい、はい、3、はい、続いて後ろ回し蹴りをした後、さらに下ろした足を上段回し蹴りで返すことによって相手に突き込む隙を与えません。その後、2本突きまでつなげてみます。足、稽古することで鋭くなれば、蹴りから突きの連続動作で相手を追い込むことができます。今度は最後、前蹴りまで入れてみましょう。はい、締め、最後までですね、一歩一歩の技が、ね、決まるように打つと大変ですね。人を相手にやってみます。ミットと違って間合いが若干変わりますから、ミットだけの練習で終わらないで実際に、人を相手にやってみた方がいいと思います。まあ、環境が今一人で稽古してますが、こういうイメージを大事にしながらやってみてください。はい、じゃあ構えて、はい、はい、じゃあ通してやってみましょう。はい、つめ、突きと蹴りの間合いが違いますからね。相手の手もあります。こういう手がある状態で突きと蹴りの間合いが違います。その中でどうやって決めるかはこちらの体さばきの問題ですから、そこをしっかり工夫してやってください。えい、3、こちらも受けの動作を入れることで、こちらも受けの稽古になります。そうすると、両方とも稽古になりますので、今度しっかりと受けを入れながらやってください。いきます。始め！はい。ラスト。へい！はい。はい、じゃあ持って。はい、お互いに。はい。おっさっす。はい、正面向いて。はい。このように一人で稽古をするのは基本ですが、ミットがあったり相手がいたりすればなお効果的です。いない場合も相手がいる、もしくはミットとかあると思って稽古すれば効果には十分ありますので、ぜひ頑張ってやってください。以上、レイ、おっす。